こちら夕方3時半ごろの西宮渓村です。今入り口付近で、深瀬釣りで死ぬの釣果が確認いたしました。棚は 2.5 キロぐらいで、大きさが大きいものだと40センチぐらいの大きさです。でこちら第1カーブ内向き付近ですが、アジとサバ、そしてカタクチ、マイワシなどが釣れています。サビキでは主にアジが中心に釣れてるみたいです。こちら本日外向きでのサヨリの釣果です。こちらの方サヨリ20匹ほど釣られております。平均サイズもまあまあ大きいもので22、3センチぐらいが平均ぐらいのサイズになっております。こちらもサヨリの釣果です。こちらサヨリは外向きでサヨリ仕掛けで、でこのカタクチイワシですが、内向きでサビキで釣れたようです。こちらも同じく外向きでのサヨリの釣果です。こちらの方もサヨリが20匹ほどは釣れているでしょうか。本日サヨリ好調のようです。